にちは、オリーブオイルソムリエの中村ひろみです。オリーブオイルが大好きで好きなことを突き詰めたくなる性格なので、オリーブ農園さんって世界中にあるんですけれども、実際に自分でお伺いしてたくさんのことを学ばせていただいてます。農園さんっていうのは空港の目の前にあるわけでもないし、観光地のど真ん中にあるわけでもなく、ほとんどが田舎にあります。なので日本から飛行機に乗って現地に着いても、そこから新幹線のような高速電車に乗ったり、地元のローカル線に乗ったり、時にはバスにも乗り、生産者の方に迎えに来てもらったりしながら、ドアツードアで24時間かかるなんてことも珍しくないんですけども、そこをしてでも行きたくなる理由があるんですね。それはすごい学びがあるからなんです。すごいたくさんのことを学ばせていただいてます。私が学ばせていただいていることってオリーブオイルだけじゃないんですね。この一つのことを突き詰めている生産者の方々の考え方、物事の捉え方、人との付き合い方、生き様みたいなもの、それを学ばせていただいてるなという気がしています。イタリアは特にファミリー企業が多いんですけれども、家族で同じ仕事をやると、お家の中でも同じ顔を見て、職場でも同じ顔を見て生活してるんです。常にこう話し合って物事を決めてるので、お父さんがお前たちこうしろって言って子供たちが動くってよりも、子供たちも積極的に意見を出し、それがお父さんがと思っても子供たちにそれをやらせてみる、あえて失敗させてみる、失敗からどれだけその子は学ぶかっていうのをお父さんはじーっと後ろで見守ってるっていう姿も見てきましたし、一緒にやることでたくさんのことを教えるっていうやり方の生産者の方もいらっしゃれば、背中で語るという職人かたぎのやり方もあったり、そういったものを何度も何度もいろんな農園さんを伺ってると見えてくるんですね。でそこの大地にももちろん歴史があったりしますし、おじいちゃんのまたその前の代からこの農園はあるんですっていう農園さんもとても多いので、たくさんの歴史があります。なので私にとってオリーブオイルっていうのは本当にたくさんのストーリーがあるなって思ってるんです。なのでオリーブオイルの持つストーリーっていうのをたくさんの方に伝えていきたいっていうのが今の私の夢なんですね。今後も24時間かかってでも直接農園さんを訪問してたくさんのことを学んで、それを皆さんにお伝えできたらいいなと思っています。せっかくなので、ここに並べたオリーブをいくつかご紹介してみたいなと思います。これはイタリアのカンパーニュ州のナポリから山奥に入ったところのオリーブ農園さんなんですが、生産者の方々にお会いするときに、いつも初めてお会いするときには、どんなオリーブオイル作ってるんですか、どんな香りがするんですか、どんな風に使ってるんですかっていつも質問するんです。大体の農家さんがですね、いやうちのオリーブオイルはね美味しいよ、最高だよ、何に使ってもいいんだよっていうような言い方をされるんですが、ここの生産者ちょっと違うったんですよね。お会いしたら表現がすごく豊かで、細やかな料理名が次々と出てくるんですね。例えば彼らはこのオイルをパンを作ったり、お菓子を作ったり、サラダにかけたりして食べてるっていうことを言ってたんですね。そういったことを出てきたのもちょっとびっくりしたんですが、例えばパスタだったらお魚を使ったパスタ、魚介のパスタにかけたりとか、トマトソースを使ったパスタにかけてるとか、その料理名がポン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 出てきたので、あ、この人たちはすごい料理が好きなんだなって思ってたんですが、実際に畑に行って分かったんですけれども、この生産者の方実はですね、ほとんどがコックさんだったんです。レストランで働くコックの仕事とオリーブ畑で働く生産者の顔と彼らは2つ持ってるんですね。農園さんの名前はアンティーコ・ポデレ・マテジーノと言います。コックさんはこんな方々です。コックコートすごく似合ってますよね。もう馴染んでらっしゃいます。たくさんお料理作っていただいたんですが、どれもすごく美味しかったです。ちなみに農園名のアンティーコ・ポデレ・マテジーノっていうのは、アンティーコっていうのは古いという意味です。ポデレっていうのは農園とか農場、マテジーノっていうのは彼らが住んでる村の名前です。なのでマテジーノ村の古い農園、そんな意味があるんですね。でその名の通り彼らの農園結構古いんですが、実は生産者としてはまだまだ新しい方々なんです。まだ5年行ってないぐらいの生産者なんです。もともとは彼らはレストランで働いていて料理人さんだったんですけれども、
地元で誰も使ってない放置されていたオリーブ畑がありまして、その中にはそのエリアにしかない地元の大豆の品種も含まれていて、それが誰もケアをすることなく放置されているのをずっと見ていて、あまりにも寂しいことだということで、地元の品種を復活させるという意味もあって、彼らはレストランのコックさんの仕事とオリーブ畑をやるっていう、この2つの仕事を両立させてるんですね。そういった方々なので、彼らはこれとこれとこのオイル、この3種類のオイルを生産してるんですが、それぞれに使い分けをたくさん教えてくださいました。彼らが目指しているのは、彼ら自身が使いたいオイル、家族が食べたいオイルです。ちなみに彼らはどんな風に使い分けてるかっていうと、このオイルは先ほどお伝えしたようにサラダとか、あとはそのパンとかお菓子を作ったりするときにはこれを使っている。で、こちらは肉料理ですね。肉を炒めるときに使う。例えば牛肉を炒めて塩コショウだけで食べたりするようなときにこれを使ったりしている。これはスープの上にかけて食べたりしているそうです。教えていただいたので、私も同じようにやってみました。ちなみにこれを人参ケーキに作るときに使ったんですが、すっごくしっとりしてとっても美味しかったです。青臭い感じは全然ないので、爽やかなこう水菜の香りっていうんですかね、水菜を噛んでるときのようなあんな香りがして、こう青いバナナとわさびの辛みというような、そんなオリーブオイルなので、人参ケーキにぴったりでした。こちらも大根のポタージュに上からかけてみたんですけども、大根のこのみずみずしさと甘い香りと、大根を炊いた時のスープにした時の香りと、すごく爽やかな香りがするんです。パセリのような、パセリもなんかまだまだこう春先の柔らかいパセリ、香りがそんなに強くないパセリのような香りだったり、白い小さなお花のような、そんな香りがするので、大根にかけて食べるととってもぴったりでした。ちょっと水気のある料理にはすごくいいオリーブオイルじゃないかなと思います。彼らはすごくまめに連絡をくれるんですけれども、何でもない時にひろみ元気って、どうしてんのって、昨日何食べたのって連絡くれたりするんですが、よく私が作った和食の料理なんかを SNS で交換したりとかしてるんですけれども、彼らの誰かに私が連絡すると、その 2,3 時間後には全員知ってるっていうぐらい、すごく連携が取れていて仲良しな農家さんの一つですね。三角形の瓶って珍しいなと私自身も思ったんですが、ここの農園さんお付き合いが結構長いところなんですけども、イタリアのプーリア州のジョルナツヨっていう名前の町で作られているオリーブオイルです。農園さんの名前はレ・トレ・コロンネといって、トレというのはイタリア語で数字の3のことを言います。コロンネっていうのは柱なので、この農園さんは三本柱という名前の農園さんになるんですね。どんな風に三本柱かっていうと、今農園主がお父さんであるサルバトーレさんなんですが、と息子のミケーレさんと娘さんのマリアさん、この3人でやってるので、それぞれが柱だよということで、誰一人かけてもうまくいかないんだよ、みんなで力を合わせてやっていこうねっていう思いが込められています。なので3っていう数字をすごく大切にしているので、丸ではなくて三角形に変えたというこだわりが詰まったボトルになっています。パッと見オリーブオイルというよりは、なんかこうウイスキーのボトルのような、すごいスタイリッシュなボトルになりました。このデザインを作ってるのがマリアさんなんですね。一番下の女の子なんです。私はマリアがすごい大好きで、本当にセンスがいいので、昼前に畑の中で T シャツにジーパンでって形で会っていて、夜になって一緒にご飯食べに行こうねなんて約束して、ご飯食べに行く時にはきちんとドレスアップしてきて、髪の毛もしっかり上げてきちんと化粧して、すごいエレガントな女性になって現れるので、私の方がドキドキしちゃって、あ、もうちょっとちゃんとすればよかったかなって思うことがあるので、農園さんに行くときは必ずストールを持って行ったり、夜ちょっと変身できるグッズなんかを持っていくんです。そうやって彼らの生活の中に少しずつ馴染んでいくと、またこれまた面白いことが分かったりとか、またここも学びになっていったりするんですね。夜と昼間の変化があるイタリア人というのはとても素敵です。そしてこの農家さんなんですけれども、作り手のサルバトーレさんはすごい寡黙な生産
者でして、三本柱の大黒柱になる彼はですね、私から見たら本当に職人さんですね。オリーブ職人っていう感じがいたします。どう職人かと言いますと、本当に余計なことはまず喋らない、自分のことをこうアピールすることもなく、ただただ技術力が年々上がっていくし、すごい勉強熱心なので、その勉強してる姿は表には見せないんですけれども、そういった彼の技術の高さや人柄の良さっていうのがだんだん知れ渡って、州をまたいで遠くから彼のところにオリーブオイルを勉強しに来る方も出てきてます。本当に嫌な顔一つしないで淡々とオリーブのことを教えてる姿っていうのを後ろから見ていて、いや背中で語る生産者だなって、素敵だなといつも思ってます。一度私が伺った時に足の骨を折っちゃってたんですけれども、電車で畑の中を回ってましたね。あ、仕事辞めないんだと思ってちょっとびっくりしたんです。仕事熱心な方ですね。本当に愛すべき素晴らしい生産者、職人、サルバトーレです。ちなみにこのオイルなんですが、オイルの雰囲気的には牛肉のステーキとか油のちょっとあるお肉なんかにとても合います。タリアータとかね、カツオのお刺身なんかにちょっと数滴かけて食べたりしてもすごく美味しいです。脂身のあるものや香りが強い食材にこれを合わせると、なんかまるでルッコラと一緒に食べてるような清涼感を伴ってくれるという素晴らしいオイルだと思います。こちらのオイルはエキストラバージンオリーブオイル、そしてこちらは唐辛子を入れた唐辛子オイル、使っている品種が全然違うんですね。で、なぜ品種を変えたかっていうと、これはエキストラバージンとして品種の良さを最大限引き出した作り方をして出来上がったオイル。こちらはオリーブオイルの品種の良さを引き出すっていうよりは、そこを抑えて唐辛子の味や香りを生かしたオイルっていう作り方をしてるんです。いずれ作り方についてもお話ししたいなと思います。両方とも機械に入れて作るんだけれども、何を生かすか、どういうことを最終目的にしてるかっていうことで作られ方が変わってくるんですね。こういったところもオリーブオイル作りの楽しいところだと思いますね。ちなみにこの唐辛子オイルはジャンル問わず使えて、とっても私は重宝していて、例えばカレーを自分だけ辛くしたいときにテーブルで自分のお皿だけにかけたりもしますし、きんぴらごぼうみたいなものを作っていて、あ、もうちょっと辛くすればよかったかなと思ったときに、フライパンの中でこのオリーブオイルをちょっと入れて少し辛みを足したりとか、チーズトーストにかけても美味しいですし、麻婆豆腐にかけても使えるんです。ごく使い勝手がいいオリーブオイルで大好きです。唐辛子オイルたくさんあるんですけれども、このオイルはとても唐辛子の味と香りが生きていていいなと思って、大好きなオイルの一つですね。どれも大好きなんです。生産者のストーリー、そしてオリーブオイルの中にあるたくさんのストーリーをこれからも皆さんにお話ししていきたいと思っています。動画気に入ってくださいましたら、チャンネル登録していただけるととても励みになります。たくさんのストーリーこれからもお伝えしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。またお話ししたいと思います。それではまた。オリーブオイルの伝統的な生産方法を捨てて、世界の農園主から尊敬されるまでに至ったイタリアの異端児について皆さんと共有していきたいと思います。